じゃあ次に針治療受けてもらいます。今回痛めたのは右の皮膚系の内側頭上部が、まあ、皮膜炎に似た症状があったんですけど、まあ、左の冷や目筋か、測定筋かかばった感じで筋肉の繊維化が見られたので最後は針で安定にしてもらおうかと思います。消毒からしていきます。今回担当してもらうのはひばりスポーツ鍼灸整骨院の森さんです。鍼灸はマッサージ師です。痛くないですか？どうしてどうしてこれも痛くないですか？肩指を少し探していきます。ちょっとジーンって感じですかね。なんか不快じゃないですか。でもちょっとズーンって感じ。でも森さんの針は間違いない。あ、来た。それそれ言うけども、ああ、どんなことやってんだろう。見てます。これはこうあれですか、絡まった筋繊維を刺激でながら解いていくって感じですか、ね、そうですね。あ、すごい。これはその技術的な名前でいうと何ていう名前になるんですか？これは視神転向法ですね。針先の向きを中で変えるっていう感じですね、数に。かっこいい。え、視神転進法。視神転向法ですね。視神転向法。向きを、針先の向きを変えていくっていうような感じで、今それで響きをちょっと出して。名付けて、視神転向法。かなり指針がね、指針の方が転向してきました。そういう使い方するんだ。ちょっとなんか重い感じが、ちょっとボワーンとしてる感じがあるけど。不快じゃないですか。不快じゃないですね。不快さんじゃないです。不快さんじゃないか。なるほど、これで刺さってます。これで動いてるのが分かるんだって。あ、だからそっか。どんなこう生理が現象が起きてるんですか、ね、はい、細胞を壊してるので、細胞を治そうと血液がそこに集まってくるので、その筋肉の修復を早くしたりとか、緩めたりっていう効果がこの指針では現れてきます。僕の体の中の血液が、あそこに今向かってちょっと治りへそうなんですね。僕らでこう見立てて、こういうのが必要だなってあったのは、どんどんこうやって本当は右足のところをお願いしたのに、最後ね、はい、左に指針転向されたから、そう、まあ、そういった逆足でも絶対言いたいだけじゃん、もう指針転向言いたいだけじゃん。いや、でも針はやっぱすごいいいっすよね。もともと好きっすよね。好きっすね、うん、何万本と打ってもらってきたんで。数えたんですか？ちょうど2万82本かな。2万82本。今日何本打ってる？84になりました。2万84本目。喋りがうまいですね。はい。ひばりは優秀な人材が多いです。ちょっともう噛んだじゃん。存在呼んどいてさ、噛まないで。出血とかしないんですね。出血はしないです。基本的にそんなにしてないですね。うんうんうん、抜いた時も痛みなかったですか？気づかないです。はい。僕ちょっとチェックさせてもらっていいですかね。はい。すいません。じゃあこれ取って。よし。わあ、すげえ。わあ、すごいね。なんかこれ触っちゃうとさ、もうさっさと針やれよってなっちゃうよね。すごい。そうっすよね。いや、違う、本当にすごいわ。まあでもこう、そっか、でも本当部分的だね。こういうところの、あの筋腱鼓部のところまでは取れないですね。本当に狙ったところは、でも。で、やっぱ針だけだと、やっぱり、網羅できない部分はありますよね。でも、こう、手技と組み合わせると、ありがとうございました。はい、森さんでした。ありがとうございます。はい、さん、ありがとうございました。狙い撃ち。帰りましょう。